はい、パート2ですけどもね。で、この52歳の方、月収がおそらく600万なんですけども、時間はだからね、そういうふうに結構ね、自由にコントロールできてるんですよ。だから大事な案件とかチャンスがあった時には、そちらにいきなりでもね、向かうことができる。明日、大事な話があると思ったら、そこに飛びつくこともできますし、今日これからどうみたいな感じで、重要な人と巡り合わせる、そんなチャンスがあったら、そっちに行くこともできるんですよ。だから常にね、予定が、空いてる状態を持ってるんですよね。でも絶対にしなくちゃいけないことはその人にもありますから、でもその時間はいくらでも流動できるってことなんですよね。この状態なんですよ。いつでもフリーな状態で、いつでも何かを自分のスケジュールに合わせてできるってことですよね。だからチャンスを逃さない人ですね、この人はね。で、知識や経験、この人はどうかっていうと、やっぱり豊富ですね。やっぱりそのこの人とのやり取りを感じて、続けて感じるのは、結局収入が高いってことは知識や経験が豊富で、それをちゃんと使ってる、表現してるってことだということなんですよね。で、逆に言うと収入が高い人っていうのは知識や経験が豊富で、人に対するね、愛情とかも当たり前にある。だから収入が上がるってことだと思うんですよ。性格が悪くてね、で、経験もなくて知識がない人がどうやってね、人より収入高いんですかってことになるんですよ。やっぱり多くの人に支持されて、この人のために、何か恩返しをしたいなって思われるからこそ収入も高くなるし、例えば人を雇うにしてもね、そういうふうな人は雇いたいんですけども、44歳で350万の年収の人を雇いたくはないでしょうね、きっとね。経営者から見ると、いや、44歳で350万でしょ、大した能力ないじゃん、この人いらないよね。だって現在の評価が44歳で350万でしょ、ちょっと辛いよね。これだったらみんな年収250万の20代の子を雇った方がいいよねっていう風になっちゃうんですよ。だからそのぐらい40代で、そのね、年収が5、600万いってないっていうのは多角的なダメージがあるんですよ。だこれは自分の過去はこうだったからって言い訳してももう通用しないんですよね。だから女性に対しても同じですよ。やっぱ40代の半ばに入ってね、その年収っていうのは一つの通信簿ですから。だからそれに対してその年収がね、300万、400万ぐらいのその通信簿を男性が持っていることに対して、他にね、数字に表れないいい点があればいいですよ。でもはっきり言っていい点って数字に表れるんですよ。それが40代の責任ですよね。全てのことを評価していただいて収入になっているって考えた方が自分を見直す深いきっかけになると思いますんで、いやいや、俺の良さは年収じゃ測れないよなんてね、青臭いこと言ってなくって、あ、世の中の評価ってこうなんだと。自分はこの職場を選んだような、この収入源を選んだような気がするけども、結局高い収入源とか自由な職種ってのは向こうから見下り班だったんだなと。残された選択肢でまあまあいい感じのところが見つかったのがここだから、ここが最高の職場って思おうとしてるんだなっていう風な、その悔しさにたどり着かないといけないでしょうね。で、この52歳の人の例に戻りますけども、この方はね、普段からおしゃれなんですよ。ヘアスタイルもね、よく変えますしね。髪の色もたまに、黒からね、ちょっと薄い茶色みたいなことしたりとかね、結構楽しんでらっしゃいます。女性に対するエスコートもすごく上手ですね。人脈も豊富なんで、様々な経験を共有する仲間がいます。で、この方がね、ちょっと何かにしようかって言ったらね、おい、この指止まれって言ったら、やっぱりね、数十人ってのはすぐ集まってくるんですよ。そういう仲間がいるのも、素晴らしい人生を歩んできたっていうことでしょうね。だからね、所得の低い人というふうに割り切れないんですけども、ただ一般的に所得の低い人が何かやろうよってみんなを集めようとしても、なかなか人が集まらないですよね。だからビジネスやろうと思っても、そのビジネスの話を聞いてくる人がいないんですよ。でもこの52歳の人は、今度こんなね、美味しい話があるんだけどどうみたいな、結果は分かんないんだけどもなんか面白そうだよって言ったら、何何って感じで100人ぐらいすぐ集まるんですよ。だからセミナーをやっても儲かっちゃいますよね。で、セミナーの後の懇親会もやっぱりね、半分ぐらいの方が出席して、その方の隣に座りたくて、みんなね、もう席合戦が始まっちゃうと。その人が話し始めたらみんなね、ピタッと雑談をやめて耳を傾けてるみたいなね。だから懇親会がね、セミナーみたいな感じになってるわけなんですよ。だからそのぐらいの信用があるわけですよね。で、付き合ってる女性がいるって言いましたけども、20代の前半で結構複数いますね、この方はね。でもしょうがないですよ。お金かけてエステしておしゃれして、靴もね、ピカピカのを履いてですね。それでいて、なんかね、妙なね、ホスト崩れみたいな格好じゃなくて、ちゃんと52歳のダンディーな大人の格好をしてるんですよ。で、ジャケットもいつもね、
新しいのを着こなしていて、何着持ってるんだろうみたいな感じですよね。夏には夏の装い、やっぱり秋には秋の装いって感じで、すごくおしゃれで、多分おしゃれをする仲間がいるんでしょうね。でそういう方のアドバイスとか含めてやってるんでしょうね。さあ、前回44歳のまだね50代までに間がある人のお話をしました。将来的な可能性は十分あると思いますけども、ただ現在20代や30代で感じられた、考えられた将来の可能性を40代になっても使えていません。だから今後の人生にやっぱ期待しないといけないかなと思いますけども、かたや52歳ですでに結果を出している、そこそこのね、そこそこって言ったらね、私以上の自由を手にしてるんで、そこそこって言い方は適当じゃないですけども、でも誰から見ても羨ましいような52歳という年齢の重ね方をしている方ね、これを捉えた時に、だからどっちになりたいんですかってことなんですよ、はっきり言ってね。申し訳ないけども、この44歳にはなりたくないって思うんじゃないですか。でそれ以上に今の自分の人生にはなりたくなかったって感じてるでしょ。で敗北宣言、自己否定をするのが怖いから、いやいやこれでよかったんだっていうふうにね、頑として自己肯定するでしょうけども、その考えを捨てなければ未来は変わらないですよ。やっぱりね、これからの人生を徹底的に変えていこうと思ったら、もう完全なる自己否定をしていかなきゃいけないんですよ。なんで自分はこの程度で着地して満足してるんだと。なんでね、これ誰かの言葉ですけども、フェラーリ1台買うような余剰資金がなくって楽しいとか笑ってられるんだみたいな感じですよね。フェラーリ買うかどうかは別にして、そのぐらいの資産はさすがに40になったらね、溜まってないといけないでしょってことですよ。じゃないとやっぱりね、サラリーマンをコツコツと過ごしてきてね、40代って言ったら部長職ですよ大体、ね、20代ぐらいから就職するでしょ。コツコツと出世と経験を繰り返して人望を積み重ねてきて、会社のね命令に従って、嫌な取引先にもおべっか使ってね、頭をペコペコ下げて、それでやっと構築できる、ね、40代とかで構築できるお金が2000万なのだ。金は命より重いって、ね、誰か言ってましたけどね、その通りでしょ。怖いですよね、怪人に出てくる悪役はみんな正しいこと言ってると。でそこに出てくる一般の登場人物ってのはみんなね、何もできなかったから落ちぶれていて、悪者の言いなりになってるんですよ。いや、もっと言ったらね、利根川をはじめ帝愛グループの人たちが教育機関にいたら、どんなに素晴らしい人間がね、たくさんできたんだろうみたいな感じですよね。だからね、あれが闇の勢力っていうのが、実はね、ちょっと何が正しいのか分かんなくなっちゃいますよね。だから帝愛グループの総帥ね、っていうのは誰ですよ、名前忘れたくない、兵道か、兵道さんっていうのはね、すごい組織を作ってますよね。黒服の給料って結構高いんじゃないですか、ああいう教育を受けていたら、みたいなところに行っちゃいますけどね。だから視点をどん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 ずらしていって、悪いやつってのは本当に悪いやつなのかなと。悪いやつってのは普通の人がね、気づかないような本来するべきことをちゃんとついてくるから、愚の根も出ないようなことが言えるんじゃないかなと思うんですよ、ね、例えばお前は真面目に生きてるんだけども全然ダメだよと、何やってきたのみたいなことをね、ズバズバ言うというわけですよ。でも普通のいい人ってのはそういう指摘をしないですよね。いやいや頑張ってきたよね、それでいいんだよって、ありのままでみたいなね。いや、ありのままでいいでしょ人は。でもありのままがね、44歳になって年収350万ってどういうことだよっていう感じですよ。特にそういう人が20代の女の子と恋愛をしたいって言ったらね、そこそこの成績を持ってこいよって話ですよ、ね、世の中ってのはこういうふうに点数がつけられて差がつけられるんですよ。はっきり言って差別と言ってもいいでしょ。結果を出さなければ差別をもろに受けます。でも結果を出せば差別を受けるんですよ。いい差別をね、特別扱いされるんですよ。まさにそうでしょ。飛行機に乗ります、誰がファーストクラスに乗るんですか、誰がビジネスなんですか、誰が窮屈なエコノミーなんですか。エコノミーきついですよね、トイレに行くのも気使うわみたいなね。もう国際線だったらね、8時間10時間乗らないといけないでしょ。ヘトヘトですよ、乗る前から憂鬱でしょ。で飛行機フライトが終わったらもうヘトヘトになってるでしょ。すぐホテルに行って一休みしたい、ベッドでバーンと寝たいってなるでしょ。ファーストクラス疲れますかね、癒されるですよ。逆に移動で癒されますよ。その代わり、乗車料ってのは100万ぐらいかかるでしょ。エコノミーで 7,8 万のところファーストクラスってのは100万ぐらいかかるわけです。でも100万円分癒してくれます。こうやって差別受けるんですよ、同じ飛行機に乗ってても。金がないっていうだけで、ね、世の中全部これがスタンダードですよ。もう認めないとしょうがない事実ですよ。これがお金があれば快適な VIP カーに乗ることができます。RV の流行りのね、レクサスに乗ることができます。ワンボックスも買うことができます。
お金がなかったら狭い軽自動車、乗り心地の悪い10年落ちのガタ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 乗らないといけないですよね。車に乗ると疲れるでしょ。で、事故が起きた時も軽自動車被害受けやすいですよ。でもベンツダーンと S クラス、事故起きました、中は全然平気です。セルシオも事故が起きても中は平気です。だから事故が起きた時に運転手だけが生き残るんですよね。だから運転手は保証の日々が続きます。うん、まあ変な話に行きましたんでね、ちょっと戻しましょうか。うん、だからね、結局ね、あの年齢を重ねたのにお金がないってことは、お金を生み出すべき知恵や経験や、あ、おしゃれとか人脈とか思考力ってのが培われなかった、もしくはその培ったものを誰にも認めてもらってないっていうことなんですよ。だから表現をしていって、何だったら多くの人に認められるのかなってことを確かめるためにも、こういった YouTube ですとかね、情報発信をしていった方がいいんじゃないかなと。で、どうしてもインターネット使いたくなかったら、周りの人に情報発信していくってことになりますんで、挨拶一つにしてもね、よう元気みたいな感じになるんですよ。いや、この前さ、こんなことがあってさ、みたいな感じでね、トークが面白い、納得感がある、深い知識と経験を感じる、だから人が集まってきて、そこにお金が集まってくるっていう流れなんですよ、ね。人が集まらないところでどうやってお金集めるんですかって話でしょ。ね、吉田さんがよく言うね、1人から1円ずつ集めたら1億円になるんだっていう発想。あれは別に1億円から1億人から集めなくても、周りにいる100人から1万円ずつ集めれば100万円なわけですよ。だから100人集めることもできない、1人から1万円もらうこともできない、何なんですかって話ですよね、はっきりね、正直。だからそういうところに思いをいたすときに、自分の至らなさとかね、年齢を重ねてきてこれなのかっていうふうな、愕然とするようなね、自分への自己評価ってものに気づかなくてはならないのかなと。いつまでたっても自己評価が高いと進歩成長はないですよね。うん、確かにね、さすがにね、吉谷さん、あの、分かりますよ。私も吉谷さんはね、モテるでしょ、どう考えても。トークもね、その気になれば冴えますしね。あの、まあ、あやさんとかも遠くから来てくれるのは多分そういった魅力なんでしょうね。で、はばかりながら私もね、あの、相当気をつけないと、ほっといたらモテちゃうんで家庭が壊れますよ。私はだからもう家庭一本やりにしてるんで、もう最初から女性とのマントゥーマンの入り口を塞いでますんでね。だからものすごくストレスフリーで暮らしていけますけども、でも例えばね、もう20代前半の女の子にモテようと思ったら、私だったら簡単でしょうね。だからパパ活ってのは流行ってますけども、私そんなかなり得意分野だと思います、あれは。パパ活ってのは、やらないですけどね。今はね、こうやって家庭の平和を守ることが何よりも喜びですからね。余計なことをする気持ちもなくなりました。もうね、ビール一杯飲まなくなりましたんでね、私の場合はね。だからそういうお酒の席に行くこともないですし、人脈を削りに削ったんで、私の考えを知らない人とももう接点がないですしね。まさに隠居ローカルな人間になっていきました。ということでね、やっぱりこう52歳であっても自由な人生を作ることができます。それは誰でもない自分でやることなんですよね。そして自分でできなかった人生、これはね、本当にきついですよね。吉田さん、最後に、ね、言いますけども、それ誰の人生なんですかって問いかけですよ、今回のタイトル。誰の人生を生きてるんですか、ね、会社の上司に指示されてそれをこなすことがね、あなたの人生なんですか、ね、その会社をどうしてもあなたの力で何とかしたかったんですか。そういうふうに考えて10代20代と過ごしてきたわけじゃないでしょ。自分の人生を支える一部の柱として仕事があるっていう感覚じゃないですか。で、もっと言ったら収入源がちゃんとあったら仕事はいらないでしょ。仕事は楽しみでやればいいじゃないですか。そうだね、苦痛とともに仕事をして、それをやめたら収入源がなくなるから、やらなければならない。これね、奴隷と同じじゃないですか。強制労働ですよ、ゆるい強制労働。そうではなくて、自分の知識や経験をしっかりとね、自分についてきてくれてる人に使う、この流れができればいいんじゃないですか。そもそも誰一人自分についてこない、そんなね、40代50代になってしまって、これからどうするんですかってところに深い不安を感じないといけないでしょうね。ある人は勘違いします。いや、俺はね、自分のことを聞いてくれる部下がいるよみたいなね。それはね、あなたに対しての部下じゃなくて、会社の役割としてあなたに部下を演じろというふうな業務命令が出てるだけですから。この上司についていけよと、この部長についていけよというふうな指示が出てるから、部下は一般社員はついていってるだけですから。あなたが組織を離れて自分の命令で何かをしたときに、
自分の払う給料とか保証で何かをしたときに誰がついてくるんですかってことですよ。そう考えて自分の人生に誰かがいるのかな、後を追ってくる人がいるのかな、後継者がいるのかな、一人のリーダーになれてるのかなと考えると、誰もいないってことに気づくんじゃないですかね。そんな40代50代がもしね、あ、俺のことじゃんと思ったら、早くね人生を畳み直すことをお勧めします。あなたは誰の人生を生きてるんですかと。あなたの人生を生きてますか。それがやりたかったことなんですか。いってらっしゃい。